どうしよう、今日なんですけど、カラーから22年秋冬、何回目か忘れましたけど、最後ですね、ラストデリバリーお待たせしましたということで、最後飾るのが、まあ、今季一番推しのアウターですね。こちらのデニムのボアジャケになります。ルックで使われてたのはこっちですね、このちょっとライトインディゴの方、ライトブルーの方で、実は、はい、こっちのリジットタイプね、こっちのタイプもありますので2色になります。これ私今季今年の秋冬の私のアウターです。買います。はい、ね、もうご覧の通りですね、今季の、まあ、ちょっとデザインのモチーフをデニムボアジャケットにっていうことで、まあデニムジャケットの表面をちょっと剥ぎ取るような剥離させてずらす、そしてずらしたことによって見えるこの内側の本来見えないようなこういう構造的なとこ、ポケットの内袋とかね、まあボアのこの裏側の方ですよねとか、まあこの辺が外に露出しているっていう、まあ、今季のまあデザインモチーフ、今季非常に今季らしい、一着となっておりますね。めちゃかっこいい。はい、ということでじゃあ早速来ます。来てみました、こちらですね。はい、かっちょいいね、かっちょいいですわ。はい、最初言ってきます。こちらサイズ1ですね、サイズ1でお値段が9万5000円です。はい、皆さんこれ値段のこと思ったより高くないと思いませんか。うん、僕もねルックで見たときに、ああ、いいけどな、めっちゃいいけど、高えんだろうな、15万くらいすんのかなと思ってたら、まさかの10万切った。9万5000円でございます。はい。これ、値段素晴らしいと思いますね。はい。素晴らしくないですか。で、サイズ1でこんな感じです。結構大きいですね。はい。結構デカめの感じでございます。まあ、デニムジャケットをデフォルメして、まあ、ちょっとした、まあ、ハーフコートというかショートコートくらいの感じにしたっていうイメージですかね。なんでまあ身幅も結構デカめだし、アームホールもでかい、そして袖も結構太い、ね、ご覧の通り結構太いでしょ。なんで全体的に割とこうオーバーなシルエットでございます。はい、そんな感じでね、まあやっぱここですよね、このね今季の非常に今季らしいですね、まあ、僕的にはまあ今季象徴する一着なんじゃないかなって個人的には思っていますけど、まあ右身頃こっちが いわゆる一般的な普通のねデニムジャケットの、デザインというか作りなんですけど、まあこっち側をの表面をですね、これここですね、この辺をずらし切ってずらし、そうすることによって見えてくるものがあるっていう感じですね。こんな感じ、まあ一応なんでここ止められますけどね、一応止められます、止めることできます。まあ止めてもこっちと同じようにはならないんですけどね、ずらしてるんで、これがベローンと出てこっちのポケットの内袋なんかがこうねあらわになってしまう、でずらしてるんでね、この裾の辺まで、はい、ちょっと見えちゃってるって感じです。でこっちの右側は袖が、はい、こういう感じですね、袖がこのテクニックが使われてる感じです。ちょっと分かりやすくまくるとこういう感じですね、はい、袖が ずれてますね、こういう風にちょっと。で裏地ボアなんで、あったかい、あったかい、防寒性もちゃんとあるっていう感じ、かっこいいな、これバチイケでしょ、これバチイケですね。ちなみにこっちの色はうちの弟が買ってましたので、兄弟で色違いということでそんな感じです。いやかっけえなー、これガチ押しですね、今期のガチ押しです。まあこれね本当に納品スケジュール遅れに遅れまして、このアイテムだけなぜか、はい、まあ、本来であればね7月くらいには入ってるはずなのアイテムだったんですけど、2ヶ月くらい遅れましてやっと入ってきました。でボアもね、はい、もうこんな感じでみっちり、ちょっとこの何ていうんですかね、ボアの毛束っていうか、これがちょっと大きめの感じ、うん、のボアでございます。あったかいね、あったかいですわ。
ボア、うん、まあウールも入ってるっすね。ウール 43% 入ってるんで、うん、いいボアです。あったかい、とにかくあったかい。やっぱデニムジャケットってね、どっちかっていうと、まあ、春アウターみたいな感じなんで、あんまり防寒性ないんですけど、ボア入ってます。これ真冬でも全然いけますね、はい。でこのデニムの生地ね、これに関してはウォッシュでこうなってるっていうよりは、多分もともとこういう色なんじゃないかな。ウォッシュかけてる感じないですね、この生地の感じから。割とパリッとしてるんで、ウォッシュをかけてこの色味にしたというよりも、多分もともとこういう色味の糸を使ってるんじゃないかなっていう感じです。だからなんかあんまり当たりとかも出てないでしょ。うん。って感じですね。こっちはまあリジットなんで、多分こっちの方が、こう着ていくうちに徐々にこう当たりとか色味みたいなの変化は出やすいかなって感じです。あなたはどっちですかって感じですけど、まあルックで使われたのはこっちですね。かっこいい、マジでかっこいいです。はい、ということで、概要欄にリンク貼ってきます。ぜひともチェックしていただきたいので、基本的にサインリンクはございませんのでよろしくお願いします。そんな感じです。では